免職処分となったのは、県健康福祉部の出先機関の児童福祉施設で働く主任級の36歳の女性職員です。県によりますと、女性職員は去年10月中旬から11月上旬にかけて施設に入所していた10代の男子児童に対して抱きしめたりキスをしたりする不適切な行為を繰り返したということです。県の聞き取りに女性職員は、 児童との距離感が近くなっていくにつれ恋愛感情を抱くに至ったなどと話しているということですまたこの施設では別の10代の男子児童に対し別の職員が注意する際に児童の衣服を掴んで壁に押し付ける身体的な虐待もしていたということです県はこの職員については厳重注意処分としています